俺はてめえ、内藤てめえ、てめえに負けたんじゃねえ。てめえが持ってきた、あの鋼鉄のマイクにやられただけだ。残酷、強烈だな、我らが。我の武器ながら、おめえに負けたんじゃねえや、内藤。我がの武器に負けただけだよ。ああ、いや、内藤、分かったよ、これで。これで分かった。ヘビー級への、ヘビー級の戦い、教えてくれてありがとうよ。何か覚悟というか、何か変わるチャンスだと、変わらなきゃいけないんだっていう、なんか気持ちはね、ちらっとは感じてきましたよ。会場のお客様も感じたんじゃないですか、ちらっとはね。でもさ、ただ単に体重を増やせばいいとか、そういう問題じゃないんだよ。そういうのを俺は見たかったんじゃないんだよ。お客様もそうでしょ。そういう太一を見たいがために今日大田区総合体育に来たわけじゃないんだよ。なんかちょっと勘違いしてんのかな。せっかくのチャンスなのにね、このままじゃニュージャパンカップ復帰明けの棚橋選手に負けて、このまま存在感なくなって今まで通りの生活を歩むことになるんじゃないんですか。彼はせっかくのチャンスなんだ。何かもっと思い切ったことを彼にはしてほしかったっすね。まあ最初にも言ったけど、心意気は伝わってきたよ。ダメージもありますよ。でもその程度じゃ今の俺には勝てないぜ。そして今の新日本プロレスには何のインパクトも残らないぜ。ニュージャパンカップ開幕までまだ少し時間があるからね。復帰明けの棚橋ですから、相手はこんな相手にコロッと負けるようじゃもう太一も注目度一気に下がるんじゃないですか。その辺大丈夫？覚悟はできてる？その辺俺は愛知県体育館で控え室のモニターでしっかり見ときます。まあそんなとこですかね。俺のニュージャパンカップの相手は今頃どこで何してんだ。こと新日本プロレスに一回も来てない人間がニュージャパンカップエントリーできるの？そんなレベルの低いトーナメントなの？え？さあ来てる？あ、本当に？あ、ごめんなさい、俺知らなかったわ。これだけ新日本プロレスモバイルサイトをチェックしている俺でも気づかないぐらいザック・セイバージュニア存在感ないんじゃないの？大丈夫？もうみんな知らないんじゃないの？もう暇なら今から日本に来いよ。何かリアクション起こしてみろよ。なんせ相手は今プロレス界で最も輝いてる、そして最も美味しい内藤哲也相手だぜ。何かインパクトを残してくれよ。じゃあ皆様、次は金曜日後楽園ホールですか。またお会いしましょう。アスタビエルネス、アディオス。